今日はプロテインを入れずにココアパウダー入れます。あんまりないかも。で、卵キロくらい痩せた時に、アサイ、このアサイをめっちゃ食べてたんですよ。でも最近全然食べてないなと思って、久しぶりに食べたくなったので買ってきました。でも最近なんかアサイ流行ってるっぽい。めっちゃなんかアサイ回ってくる。これやばくない？コームハニーってやつ。これで1000円ぐらいだったかな。いい、結構良くない？これだけ入ってさ、1000円だったから買いました。これもカルディ。普通にヨーグルト、アサイに入れるミックスベリー。バナナ、いちじくさ、ちっちゃい、これしかなかった、スーパーに。あとこれ、デイクオーツ、初めてこれ、こういうの買ってみました。いや、おいしそう、海鮮丼。見て、これでさ、590円、安くない？いっぱいエビとかマグロとかいっぱい入ってる。なんかさ、食べたくて買ってきた。市場で食べた海鮮丼が美味しすぎて食べに行きたい。しかもそれがなんか4種類ぐらい選べて、何したかな、なんか4人で行ったけどそれぞれのチョイスが違って、自分はウニと、え、何だったっけ、いや、とりあえずウニが美味しすぎてめっちゃ覚えてる。で、ウニ美味しすぎるからみんなに食べなよって、ちょっと一回食べてって言ったけど誰も食べてくれんかった記憶がある。で、みんなさ、ウニ食わず嫌いじゃない。で、ウニは正直安いの食べたら超まずい。子供の時に回転寿司屋さんでウニを食べて、なぜか分からんけど食べたくなって食べたいけど、それが初めてのウニで、もう超ね、まずくて、それ以降ウニちょっとなって感じだったけど、美味しいウニを食べたらマジで変わる。マジで美味しい。なんかね、ミルキーっていうかね、すごいね、なんやろ、クリーミー。カニ、イクラ、ウニ、めっちゃでっかいエビをチョイスした。超美味しかった。こんな大きいボウルいらんかったな。まあいいや。で、今日はこの魔法の粉、オートミールの粉をパラパラーって言って、あ、ここに水、玉ねぎがね、今回ちょっと固まってますから、なかなか混ざらないですね。せーの、あっ、やばい、なんか固まらんからチーズに絡みます。ダイエット食じゃなくなったけど、こんな感じ。ほい、ほい、あ、ナムル、
ちもち系、カリカリ系というか、多分もっと薄力粉の分量を増やせばカリカリになると思う。今日は前にね、韓国のドトリっていうところで食べたヨーグルトがめちゃめちゃ美味しかったので、ちょっと再現していこうと思います。これは昨日作った水切りヨーグルト。そこにこのね、ベイクオーツを入れていきます。じゃーん、イチジクをここだけ切って皮ごと食べようかなと思います。久しぶり。一時期にハマってて、めっちゃ食べてた記憶ある。おばあちゃんに買ってもらって、見て結構綺麗だ。こんな感じで切って、わお。じゃあ最後にこれ、コーブハニー。もっと切ればよかったかな。もっと切ってもよかったかな。完成。飲み物はホットの紅茶にしようかな。スミツと一緒に。癖ないからヨーグルトとかと相性いい。ジジク、今からチモッパンを作ります。取れてなかったかも、混ぜるところ。せっかく頑張ってさ、やってたのに最悪。ちょっとプロってきた。もうね、やっぱね、バイト先の韓国人の先輩とかとご飯行ってた時にね、よくね、やっぱ下っ端がね、やってた。あ、やべ、ちょっと大きくなった。サイズがちょっと違う。で、めっちゃいい感じにできた。え、いいやん。火を止めて豆乳を注ぎます。今日はちょっと少なめです。冬に食べてほしい味。うま。今日は珍しくスープだけなんですけど、後で浅い食べようと思って
ちょっと少なめにしました。今から久しぶりにアサイを作ろうと思います。イエーイ。使うのがこれです。これはカルディで買いました。コストコとかでも売ってる。結構ね、最初カチカチに凍ってるから、私はこれをレンジで20秒ぐらいレンチンします。ちょっと溶けてるぐらいがおすすめで、これを具材で入れやすい、めっちゃ入れやすい、ありがたい。これ改造されたんかな、それか違うあれか、違う種類とかだったりする。若干蜂蜜、あ、やばい、今ちょっと一部あれできてなかったよ。さっきの残りのバナナを切ります。せーの、ドロロロ。じゃん、完成。いただきます。Thank you.